さん、どうも今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっとシリーズ化ということで、第1弾、このシリーズ第1弾、僕が影響を受けた、ギターフレーズはっていうところで、今回の第1曲目はもう本当に僕が一番最初にもうコピーをしたであろう、ディープパープルのスモークオンザウォーター、聞いてもらいましたけれども、皆さん知ってるメインのリフがね、もうめちゃくちゃ特徴的な、このリフなんですけれども、僕はね、中学校2年生かな中学校2年生の時に初めてギターを、習いに行きまして、でそこの先生に初めて教わった、リフというのが、このスモークオンザウォーターでした。で、ちょうど僕が習いに行った時、初めてそのギター教室に習いに行った時に、体験入学の時だったかな、なんかとりあえず弾いてくださいよ先生みたいな感じで、偉そうだったんですよね、言ったんです。でそしたら、ディープパープルのハイウェイスターっていう曲と、あとはこの今回演奏した、スモークオンザウォーターの2曲をやってくれて、もう俺もうめちゃくちゃもう度肝を抜かれて、なんじゃこのかっこいいギターはと。そこから僕のギター人生っていうものは始まったんですけれども、それを聞いてね、もう先生ちょっとこの曲やりたいですって言って、先生が弾いてくれたスモークオンザウォーター教えてくださいっていうことで、このリフを教えてもらいました。ということで、もう超簡単なんですよねこれ最初。だから本当にギター、中学2年生か、時に始める1年前に、実は僕アコギをちょっとやってて、でもアコギも本当に半年ぐらいやったら、埃をかぶるようになっちゃって、要は飽きちゃったんですけれども、で、そういう下地がねちょっと多分あったからだったと思うんですけれども、なのでこのメインのズチャチャっていう、このリフはね結構あっという間に弾けたんですよ。で、なのでもうお家帰ってもずっとこればっかり弾いて、もう親にもいつまであんたそれ弾いてんのみたいな、親が逆にちょっとノイローゼになるぐらいこのリフをずっと弾いてたっていうのが思い出です。で、この曲なんですけど、ぜひね、ギタリストならばぜひコピーをしてみてほしいんですが、実はね、これすげえ簡単なんですよ、最初の特にリフもね。これがリフなんですけれども、すごい簡単なんですよ。で、A メロとか歌のバックも、ただこれだけ、6弦と5弦と4弦で、4弦をズジャージャーズジャージャーってただやるだけなんで、もう初心者にも簡単にできる曲だったんですよね。だからすげえ簡単だなこの曲みたいな。で、しかも超かっこいいし、なんだこの曲、マジ神曲っていう風に思ってたんですよ。で、サビのところも普通にパワーコードの C で G シャープマイナー G シャープってこうやったらかっこいいリフ、ごめん、間違えました、サビのところも C で G シャープメジャー G シャープマイナーっていうような並びだったので、すげえ簡単だって思って、中学校当時ね、文化祭シーズンにこれ弾いたら超かっこいいみたいなこと言われて、もう調子に乗っちゃって、そこからも僕のギター人生は始まったんですけれども、なんですけど、これぐらいの時代の楽曲って、リフがあって歌があって、で途中にギターソロって絶対あるんですよ。で今回っていうか、このスモークオンザウォーターめっちゃ簡単じゃん、よしやったろやったろっていう風にやってるんですけれども、ソロでこれ挫折しましたよね。これ多分ね結構あるあるネタだと思うんですけれども、スモークオンザウォーターのソロになったら弾けねえみたいな、そこまで超簡単じゃん超簡単じゃんっていう風にやってくるんだけど、ソロになって入ったら弾けないみたいな、っていうようなところで挫折をしました。特に最初のね、最初のっていうか、何が難しいかっていうと、結構チョーキングが多いんですよ。僕の過去のエピソードでも何度も話をしてるんですが、本当にチョーキングがうまく弾けないと、これはマスターすることができない曲なんですよね。なので特に初心者ってチョーキングがうまくやっぱ上げられないとか、そういったところが悩みだと思うんですけれども、俺も最初は本当それにぶち当たって、ぶち当たったんだけれども、この曲があった頃あったからこそ、チョーキングがちょっと得意になったっていうところもあるんですよね。このちょっとだけ上げるところ、最初のこの「くー
ぽいやつ。しかも人差し指で多分運指的にも上げるんですよ。これまず難しいっすよ。こういうのとか、あとはちょっと早弾きっぽい。ドリアンスケールかな。これね、まあその前のこのチョーキングのここも難しいですよね。これ多分ね、俺できるの3年かかりました。ちょっと微妙なこのなんかニュアンスというか微妙な音程なんですよ。これめっちゃ原曲聴いて確認しました。その後のこれオルタネートピッキングができないと絶対弾けないやつ。これもまあ最初絶対弾けない、絶対弾けないから本当に地道にやりました。あとでドリアンスケールっていうのを使ってるんだっていうのを知ったんですよ。ここで原曲だったらアーム、まあリッチブラックマンはね、ストラトキャスター使ってるんで、こうやってアームでやるんですけど、まあ僕レスポールなんで、その当時はね、ストラト使ってましたけど、今ではさっきの動画を見てもらった通り、これかっこいいよね。ネックベンド。あんま力強くやりすぎるとネック折れるんで気をつけてくださいね。なので、まあちょっとやるのは結構見栄え的なのがかっこよかったりするので、やってみるといいと思います。まあでも基本やっぱチョーキングのフレーズが多いんだよね本当に。拳に近いようなチョーキングが本当に多い曲なのですごい苦戦した記憶があります。なんですけど、まあ、ぜひこれ初心者の人はねやるなんだろうなで弾ける人に習うといいかもしれないです。そうするとチョーキングのピッチも鍛えられるし、さっきやったオルタネートピッキング、これもね運指が鍛えられるし、右手のピッキングも鍛えられると思うので、この曲は結構おすすめです。チョーキングをマスターしたいとかそういう人にはおすすめです。特にすごい目立った早弾きとかはないんですけれども、細かいテクニックが結構めんどくさいというか難しいソロになっているので、ぜひコピーしてみてください。まあリッチ・ブラックマンはライブの映像を見ると全く CD と全く同じソロを弾くってことは絶対ないんで、ライブの映像を見るのはあんまおすすめしません。全然違うことしかやってないし、まあ、なので一つのものをちゃんとコピーする楽譜、いろんな楽譜出回ってますけど、まあ、スタジオ版の楽譜だったら出回ってるので、それを見てスタジオ版を聞いて、コピーをしてみることをおすすめしたいと思います。なのでペンタトニックのフレーズをマスターしたい人とか、あとはペンタトニックのチョーキングをマスターしたい人、こういった人たちはすごいこのスモークオンザウダーはいいと思います。あとなんかあるかな。まああとね、ちょっとした、マニアックなポイントとしては、リッチ・ブラックマン本人はこれ指で結構弾くんですよ。確かレコーディングは指で弾いてるって言ってたかな。ライブ映像見ると結構アップピッキーで最初弾いてます。CD 聴くと多分分かると思うんですけど、指弾きの方が結構ニュアンスは出ると思うんで、その辺も試してみてください。あとはここで弾いてる説もありました。これはね、まあ、どっち弾いてるかは、まあね、実際レコーディングのところは写真で見ることもできないし映像で見ることもできないんで、まあ、自分の弾きやすい弾き方をやってみるといいと思います。CD のニュアンスを出すんだったら指で弾くこと、中指と薬指で最初にふわ弾くことはおすすめします。あとは何かな、まあ、長球のピッチね。ピッチをしっかり守って、練習すれば絶対これはね上達する曲の一つだと思います。ということで、今日はですね、僕が影響を受けた楽曲、まあ、パート1ということで、今回はスモークオンザウォーター編でした。
最初の映像と最後の解説も、見ていただいて、まあ、この動画が少しでもいいなと思ったらぜひ高評価の方お願いしたいですし、チャンネル登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。このね影響を受けたシリーズはね、シリーズ化していきたいなと思いますので、次の曲は何かなと、いうところではあると思うんですが、次も楽しみにしておいていただければと思います。ということで、今日の動画は以上になります。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。